はい、どうも、チュープロです。このフォルム、久しぶりにレスラー飯行ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ダイムプロレスが、一時期仙台でちゃんこ屋さんをやってたんですけども、その時に、グレート森田選手がですね、提供していました、スペシャルメインイベントちゃんこというのを作ってみます。これはですね、小塚さんがですね、出羽の海部屋に在籍された時と、あと、ニップロレスの時代に、作られていたちゃんこのね、いいところをミックスしたっていう内容になっておりまして、牛肉を使ったちゃんこになります。非常にね、楽しみです。どんな感じで仕上がりになりますか。ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。では、作ってみます。はい、では材料説明になります。メインがですね、牛バラ肉ですね。今日は、300g ぐらい用意しました。牛バラ肉。そして、お野菜がですね、長ネギ、白菜、そして椎茸ですね。それからお豆腐と油揚げ、それから春雨になります。で、あと大根と、唐辛子はですね、これでもみじおろし、オリジナルで作りますので、もみじおろしという形になります。続いて調味料ですけども、料理酒、お醤油、みりん、そして、お砂糖を少しね、入れて、いきたいというふうに思っております。こんな材料で作っていきます。鍋の方に、お水をですね、800ぐらい入れてあります。で、ここに出汁、顆粒出汁を入れてあります。本当はね、鰹節でちゃんと出汁を取った方がいいというか、むしろ取るように書いてあるんですけども、ちょっと手間かかるので、今回はなしという形。で、大体の分量っていうのがあまりしっかり書いていないので、まあ、大体、イメージで作っていきたいと思います。今回は、お水が800ですね。それに、顆粒だしを、合わせていくような形で、ここで火をつけていきます。では、だしが沸きましたので、味を決めていきたいと思います。お酒、醤油、みりんを、それぞれ、2対1ですね。醤油2、酒2、みりん1という割合で、ここにですね、お子さんがいる家庭なんかでは、お砂糖を少々入れてもいいということなので、お砂糖を混ぜていきたいと思います。で、これでちょっと混ぜて、この時点でね、味はちょっとやっぱり濃いめ、しょっぱいぐらいがいいかなと思います。いい感じかな。これで一応、味が決まりましたので、あとは材料を入れていきます。はい、では材料を切り終えました。まあ、特に指定がなかったので食べやすい感じですね。牛肉はほぐしてあります。お豆腐は、まあ、角切りですね。春雨に関してはお水で戻して、椎茸は、縦切り。そして、長ネギは斜め切り。油揚げですね。油揚げは、油戻しして少し小さめに切って、白菜は縦の千切りにしてあります。はい、では、もみじおろしを作っていきます。これ大根をちょっと少し切り抜きまして、この中に唐辛子ですね、詰めてある感じになります。こういう感じでね、ぎゅーっと押し込んでいっちゃうと。で、この状態のまま大根おろしで、まあ、すりおろしていきます。そうすると、赤い感じになってきましたね。まあ、ちょっと思ったよりもいかないな。まあ、こんな感じで、オリジナルのもみじおろしを作っていきます。はい、思ったよりもみじおろしにならなかったですけども、まあちょっと大根おろしに唐辛子が混ざってるような状態ですね。まあ、これはこれで美味しいんじゃないかと思います。本当はもうちょっともみじおろしに、ね、なるはずだったんですけどね。まあ、一応これでいってみたいと思います。はい、そうしましたらまずお肉からですね、入れていきます。牛肉投入します。牛肉投入ですね。で、当然ですけども、牛肉使うとですね、アクがすごい出てくると思うので、まずは他の材料を入れずに牛肉から、アクを取りながら煮ていきたいと思います。そうしましたら、次に火の通りにくい白菜の芯の部分を入れて、それから、味の出る、椎茸ですね、を先に投入していきます。椎茸の投入ですね。次にですね、長ネギ投入します。長ネギです。そして、油揚げですね。油揚げとお豆腐も入れてしまいましょう。これで少しまた煮込んでいきます。ではだいぶいい感じにね、火が通ってきましたので、ここに、春雨、水で戻した春雨ですね。そして、
白菜の葉っぱの部分を入れてちょっと火を通したら、これで、スペシャルメインイベントちゃんこ完成です。それでは早速いただいてみたいと思います。もう香りはね、かなりいい感じで非常に楽しみです。それではいただきます。今まで中プロでやってきたちゃんこ、レスラー飯というのはですね、基本的に豚肉か鶏肉だったんですけど、やっぱり牛は牛の旨味がすごく強いで、みりんと、砂糖に関しては子供のいる家庭は砂糖もみたいな感じだったんですけど、砂糖入ってから美味しいですね。牛肉との相性がすごくいいです。いいと思います。牛肉の旨味、甘み、そして、野菜の、味の優しさが出てきてですね、非常に、まろやかで美味しいちゃんこになっております。でこれにですね、今度先ほど作った自家製のもみじおろしを、入れて、でさらにそこにポン酢を足してね、食べるとまたちょっと味変になっていいと思いますので、早速やってみたいと思います。ではポン酢入りいただきます。今度はですね、一転して味が引き締まる感じになりますね。先ほどまでちょっと甘めで牛肉との相性良かったけど、今度が大根おろしの爽やかさと、鷹の爪の辛さですね、ビッと引き締まって、非常にいい味変ですね。甘みがある部分と爽やかな部分、ビリッと引き締まる部分とって形で、ダブルで楽しめるとね、非常に、いいちゃんこだなと思います。これ今回牛肉ね、輸入牛使ったんですけども、これ和牛だったらもっとめちゃくちゃうまいと思いますので、ぜひちょっとこれからね、寒くなるお正月なんかにですね、ぜひちょっと作ってみたらいかがでしょうか。というわけで今日はですね、大日本プロレス、グレート小鹿選手が作っていたスペシャルメインイベントちゃんこを作ってみました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。